チャンネルバシリスクです。今日もミミズを取りに山にやってきました。こういった落ち葉の下に こういうところにいるかなと思うんですけどね。あ、ここにいます。これ。ちっちゃいですね。小ぶりです。蚊がすごいですね。蚊がすごい。あ、行きましたね。またいましたね。これ。どうですかね。ちょっとちっちゃいですけど、ちっちゃいカメとかにはちょうどいいかもしれないですね。いたいた、大きいのいた。何ですかね、これ。まあまあ取れましたね。モグラの穴ですね、これ。モグラがいるってことはミミズもいますね。これは耕したような土になっているところって水のうんちだったりするけど、蚊がすごいですね。蚊がいた。捕まえ、捕まえました。だけどなんかミミズの種類がですね、いまいち、なんか場所を変えて、草じゃなくてね、土が溜まってるとこ掘ってきます。ここら辺は結構土砂がね、溜まって土が柔らかいですよね。やっぱりモグラの穴がありますね、こういうところに。
ムカデですね。ムカデ。ムカデがいました。ハガチっていうんですかね。ハガチ。よく噛まれますよね。年に1回ぐらい噛まれるんじゃないですかね。黙々と。お、でかいんですね。まあ、大きくても、このぐらいなんですかね。これ、砂地です、ここ。上の方から流れてくるんですね。土が。なので砂っぽいです。まあまあ取れたんで砂入れて持って帰ります。取ってきたミミズです。まあ、このぐらいちょっと水で洗ったんですけど、まあまあ塊でねいます。でね、これよく調べたんですけどね、ドバーミミズってやつじゃないと毒というかね、薬効成分みたいなやつが結構あって良くないってことなんですけどね。ドバミミズはなんかこのこれですね、帯がここにあるというのがドバミミズなんで、大体取ってきたのほぼドバミミズでした。これもそうですよね、ここにありますね。これはドバミミズですね。ここに線というかな、帯があるんですね、この白いとこですね。で、シマミミズっていうのはこれがなくて全部シマシマなんですね。うん、これわかりやすいですね。これドバミミズですね。ここに帯があります。これ美味しいんですよ。やっぱりドバミミズは森の中にいるのが多いみたいですね。これ結構取れましたからね。ちょっと揚げてみたいと思います。ではですね、ルビダヤマガメ。ルビダヤマガメちょっと食べるかわかんないんですけどね。ちょっと揚げてみようと思います。食べますね。食べますね。いきなり食べますね、これ。ルビダさん。ルビダさん、ここじゃないですよ。ここです、ここ、ここ。手噛まれそうですね。このまま。ほいほい。あら、こっちだ。登っていっちゃう。ここであげてみますか。ほい。下手ですね。怒っちゃうんです。下手でクソです。下手クソ。食べますね。いいですね。食べっぷりいいですね。ミミズなんてメキシコにいるんですかね。この砂漠みたいなところなのかなと思ってたんですけど、こんな食べるんですね。美味しいみたいですね。いるのかな、こんなの。ミミズ、ミミズってどこにもいるんですかね。あ、食べます食べます。ミミズはね、高タンパクなんでね、かなり栄養満点なのかな。よく食べます。まだいますからね、いっぱいね。あげてみましょう。いや、食べます、食べます、これは。すごい食欲ですね。ただ、腐ると臭いんですね、水ね。
食べ残しみたいのが臭くなっちゃうかもしれないですね。結構食べますね、やっぱね。今食べてもオスです。ミルワームとかより食べるんですけど、なんでなんですかね。ミミズっていうのがいいですかね。食べてます。手前にいるのはメスなんですけど、メスに気づかれるとメスに全部取られちゃいますからね。キジミミズは、キジっていう、シマミミズは昔、ヒバカリってヘビにあげてた時はヒバカリもね、分かっててね、液が出るの知ってて食べなかったですね、匂いで。これドバミミズですからね。よく食べますね、やっぱりね。よく食べますね。美味しそうですね、このミミズ。こっちはメスですね。メスはあんまミミズ食べないのかな。メスの方にもあげてみましたよ。ちょっとびっくりしてますが、どうでしょう。あ、いきますね、やっぱり。これね、口くわえてますね、今ね。よく食べますね、やっぱミミズ。これはいいですね。森で取ったミミズ食べてます。カメ、山亀ですけどね、やっぱタンパク質はやっぱちょっと上げないと、日頃から上げないと、上げた方がいいでしょうね、山亀なんていうのは特に。
見失っちゃったみたいですね。早く行きましたね。なかなか食べれないですね、こいつね。以上、チャンネルバシリスクでした。最後までご視聴ありがとうございました。